こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今日は、スノーボードのブーツの履き方を、説明したいと思います。昔はね、スノーボードのブーツもスニーカーのように、シューレースって言ってね、普通の紐をこうやってギューッと下から手繰り寄せていってギュッと頂上結びでね、締めるブーツっていうのがね、主流でしたけども、逆に今はスノーボードブーツっていうのがほとんど、もうなくなってしまって、スピードレースっていうね、簡単に、誰でも早くね履けたりだとか、軽い力で締めれる、ブーツっていうのが、主流になってきてますので、そのブーツの、ね、履き方、というのをね、お伝えしたいと思います。はい、ではまず、ね、スピードレースの特徴というのはさっき言ったまず速いですよっていうね、締めるのにすごく速く締めれますよっていうのと、女の子の力でも、手の力がない、人でもね、しっかりと、締め方のコツさえ覚えてしまえば、しっかりと締めることができるっていうすごいメリットがありますので、それをね、踏まえ、ぜひこの履き方をしっかりと見て、スノーボードにね、お役立ていただきたいなと思います。はい、それでは実際、見てください。まずですね、スノーボードブーツで、必要なのが足入れた後にまず締める前にしてほしいことがあります。それはブーツの中で足をかかと側にしっかりとフィットさせるっていうことですね。なぜかというと足の中に、ね、こうやってクッションが入ってます。ここね、かかとが浮かないようにするクッションが入ってるので、足入れただけだとつま先側に足って実はギュッて寄っちゃってるんですよね。かかとに隙間がある状態でいくらきっちり締めても滑ってる状態でぐるぐるっと足がこうやって動いちゃいますから、また結局締め直さなくちゃいけなくなります。なのでまずはしっかりかかと側にフィットさせる、これが大事です。じゃあどうやってフィットさせるかって言ったらもうこれしかないです。はい、はい、しっかりとかかとをフィットさせるように、はい、しっかりとこういう風にね、叩きつけてあげてフィットさせるように、しましょうね。そうすることでまずかかとに隙間がなくなります。次にインナーブーツ、はい、このブーツが2層になってるインナーのクッションの部分の、ブーツをしっかり締めていきます。はい、締めるときにはこれですね、まず中で紐が絡まらないようにしっかり、寄せたら、はい、まず見ててほしいのがまずこのグリップのところの持ち方なんですけど、グリップの部分はこういう風に持ちましょうね。こうやって持っても力入らないので、ここに手をかけて、まず結んでいきます。で、ここが、はい、後ろにこうギューッとね引っ張っていく、その時にこうやって足をぐるぐるっと回します。はい、こうやって回すと足の隙間がなくなってしっかり締まります。で、軽く引っ張りながら、はい、このねロックパーツをスッと所定の位置までしっかりロックしましょう。そうすると、ね、インナーがまずしっかりと、締まるようになっていきます。はい、で、こういうねインナーの紐は、ちゃんとしっかりと中にしまっていきましょう、ね、ノースウェーブのねこの僕の履いているエッジというモデルの中にこうやってポケットがあるので、非常にここね収まりが良く、なってきます。はい、でこの中にスッと入れていきます。はい、で次に、スピードレースのこの特徴なんですけども、このロアーとアッパーって言われる足の甲の部分とすねの部分の紐2本で締まりますよっていうのが今主流になっています。ノースウェーブのこのエッジっていうモデルに関しては、はい、このロックパーツの部分が足のね、中心にあって、この黒いグリップが足のロアー、はい、アッパーのこのすねの部分が赤いグリップ、この2つを引っ張ることで締まるようになっています。じゃあ実際ね締めるときは、このねノースウェーブの場合はどうやって締めたらいいかっていうと、まずここに、ね、ロックパーツあります。これ、ね、特徴的なんですけども、メタルの、ね、ロックパーツなので緩まないですよというのが非常に、いい、ところなんですけども、これが、ね、今緩む状態、ね、紐がほどけますよというのがこのロックパーツが一番下の状態、次真ん中、これが、ね、紐を締めますよという状態で、最後に上にバチンバチンと完全ロック、ね、こうすると滑れる状態で全く緩みませんよという状態になるので、まず締めるときはこの真ん中に、します。はい、で次に足のロア、足の甲の部分から締めましょうね。なのでこの黒いグリップをギューッと引っ張っていきます。引っ張ってシュッとね、はい、これでまずねロアを締めます。次アッパーですね、すねの部分をギュッギュッと、これで締まりますね。ロックパーツが、勝手に、締めた時に固定してくれるんで、こうやって手離しても大丈夫ですよ。はい、で、1回締めたらもう1回隙間がなくなるようにもう1回だけギュッと締めておきましょう。はい、こうすることで、はい、しっかりと隙間なく、ピタッとフィットするようになります。で、最終的にこれで OK ってなったらバチンバチンと、ロックをかけておくようにしましょうね。で、最終的にこのグリップを、はい、ポケットにしまいます。はい、ポケットにしまうと、はい、このように、ね、綺麗に収まりが良くなっていきます。はい、では、これは一連のブーツの締め方の流れなんですけども、きつくしっかり締める時のコツです。これがね非常に重要になってくるので、ちゃんとチェックしてくださいね。一回ほどいちゃいますね。はい、ほどくのも早いです、ね、これだけでもほどけちゃってます。はい、でまず締める時なんですけども、これポイントなんですが、はい、ちょっとね引いて体全身を移してもらいたいんですけども、
締めるときに結構手の力でこうやって覗きながら頑張ってこうやって締めてる人いるんですけども、手の力なんて、たかが知れているので、女の子だと特にねしっかり締めることができないです。なので手の力で締めるんじゃなくって、基本的には背筋を使ってあげて上半身の重さを使ってね、締めていきます。なので持ったらグリップをこうね、よいしょ、手をかけて持ったら肘伸ばします。肘を伸ばしてもらってポンと背筋ちょっと立ててあげて、後ろにねこう倒れ込む、ギュッと倒れ込んで、インナー締めた時と同じくちょっとくるくるって回してあげる。そうするとはい、しっかり締まります。はい、こっちも一緒です。すねの部分もはい、肘を伸ばして背筋を使って後ろにギュッと倒れ込む。そうすると力のない女の子でも、しっかりと締めれるようになりますね。はい、で最終的にロックをバチンと締めれば OK、ね、それでもきつく締まんないですよっていう方にはこれおすすめあります。どういう風に締めるかというと、よいしょ、締めるときに立つんですよね。立ってもらってグリップを持ったらさっきと同じ要領で肘伸ばします。で引っ張り上げるタイミングなんですが、このままでギュッギュッと引っ張るんじゃなくて、膝を曲げて膝を伸ばすタイミングでギュッと締めてあげる。膝を曲げて伸ばすタイミングで締めてあげる。はい、すねの部分も膝を曲げて伸ばすタイミング、膝を曲げて伸ばすタイミングで締めてあげると、はい、もうガッチガチに、締まっていきます。はい、で最終的にあ、もうこれでしっかり締まったなと思ったら準備をしてもらえればOK ってなりますね。ただこれね、立って履くやり方なんですけども、締まるんですけど締まりすぎる時もあるので、僕はねこれやっちゃうとチートまるぐらいガチガチに、ノースウェーブのブーツだと、ね、締まりが良くなって、つま先冷たくなったりとか痛くなるので、ほどほどにしています。はい、なので最終的にはこうやって、ね、ウェアの、はい、スパッツをしっかりかぶせる、ね、そしてウェアをかぶせて完成になります。はい、あとここでもう一つポイント、グランドトリックやりたいなーっていう人、ブーツ買い替えたばっかり、新品の時はちょっとブーツ硬くて膝曲がんないな、ちょっとやりづらいかなっていう人はおすすめ、これ一つあります。足のアッパー、すねの部分をちょっとだけ緩めますね。ちょっとだけ、このきつく締まってるところからちょっとだけ、ほらこうやって緩みますね。ちょっとだけ緩むと、はい、膝が曲がりやすくなるんですね、実は。はい、だからといって、はい、かかとが浮いちゃうと技がやりづらくなるので、しっかりロアは締めましょう、ね、こういうかかとが浮かないロアの締め方がちゃんとなっているブーツであれば、すねの部分をちょっと緩めてあげればグランドトリックやりやすくなりますので、これもね一つねお試しください。はい、ではね本日、スノーボードの、スピードレースの、ブーツの、履き方を、お伝えしました、ね、今回はノースウェーブのエッジというモデルを使って、ね、説明しましたけども、他社さんでも、基本的な、ね、ブーツの考え方とかは一緒なので、これを応用してぜひ自分のブーツをしっかり締めてスノーボード思いっきり楽しんでください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。